違う。波紋はやがて波へと変わり、全てを飲み込もうとする。間違っているのは私じゃない。間違っているのは世界の方。全てを否定しながら波は大きくうねり、ただまっすぐ進んでいく。お待たせしました、ダージリンティーでございます。春摘みのダージリンの葉のみを厳選してブレンドいたしました。フレッシュかつフルーティーな香りをお楽しみくださいませ。ほんといい香りね。飲み物ならこのキノコ汁はどう？疲れが吹き飛ぶわよ。これはいい香りっていうか、なんていうか。でもまあもらっておくわ、一応高級品だし。お値段ならディスコの食人パフェも負けてないです。美味しいですよ。あら、ありがとう。気が利くじゃない。へへへ、褒められたです。スイーツだったら僕のが最強さ。ほら、ゲヘナの海限定の超プリン。わかってるじゃない、あんた。よく手に入れてきたわね。いえ、あなたのためならどんな苦労も喜びとなります。ナイスバディ、エトナ様。そうよ、私はナイスバディ。この魅力じゃ男も女も関係ない。全てのものはひれ伏し、魅了され、なすすべもなく従うしかないのよ。そうよね、みんな。イエス、ナイスバディ。エトナ様、掃除終わったぜ。どこもかしこもピカピカにしておきましたよ。あっそ、お疲れ。じゃあ後で肩でも揉んでもらおうかな。イエス、ナイスバディ。スイーツも少し飽きたし、もっと変わったものが食べたいわね。それならば私が用意いたしました。どうぞ、エトナ様。冷やし中華でございます。バカモン、冷やし中華など食い物ではない。目がスープが目に、ここか、麺が鼻に。はっ、俺は一体何を。確か私たちナイスバディって叫んでいたような。ナイスバディ、そんな人どこにもいないですよ。むかー、ナイスバディは私に決まってんじゃないの。ないないない、そのデコボコのかけらもない体のどこがナイスバディなのよ。でも僕たち、さっきまでこいつのことナイスバディってあがめ奉ってた気が。またしても異常事態か。異常事態？どこにも異常なんてないわよ。気がついたらいつの間にか大統領になっていただけなんだから。いやいや、それって十分異常事態ですよ。エトナさんは大統領じゃなくて
魔王になるんじゃなかったんですか？この方もクロン様のお知り合いなんですか？さすがにお顔が広いですね。ふん、私もね、いろいろあったんですよ。こいつも別魔界の悪魔なのか？ああ、そうさ。別魔界は別魔界でも、あたいの地元とはまた別の魔界さ。そんなに魔界っていろいろあるの？変な夢。夢じゃない！これは現実よ！大統領になってみんなにナイスバディと崇め奉られるという現実なのよ！それは現実ではなく幻想だ！俺様の大統領の座返す！大統領の座なんて興味ないし、いつでも返してあげる。ナイスバディだけは譲れないのよ！受けてみよう。行くぜ。受けてみよう。うわ！行くわよ。皆殺しです。
てみろ。どうだ、これで分かっただろう。お前は大統領でもナイスバディでもない、ただの悪魔だ。その通り、デコボコも凹凸も出っ張りもくびれもない、まな板で電柱の二次元ボディのただの悪魔だ。怒り心頭なのです。お友達のことを悪く言われたんです。フロン様のお人柄を考えれば怒って当然でしょう。いや、絶対に違う理由で怒ってると思うけど。おっしゃる通り、エトナさんはダイナマイトな平面ボディですけど、そこまで言うのは失礼です。何それ、ペタンコ星人のフロンちゃんにだけはそんなこと言われたくないわね。私だってベストペタンカーのエトナさんにだけは言われたくないですよ。おお、新たな戦いが勃発しちまったぜ。恐ろしいほど不毛な戦いだな、アホらしい。これは乙女の胸とプライドをかけた大事な議論なんですから。お二人とも落ち着いてください。女の子にとって大事なのは胸ではなくて心の大きさですわよ。ちょっと何こいつ、フロンちゃんの部下なんじゃないの？なんで上から目線なの？胸的な余裕？本人にはそんなつもりはないと思いますけど、それはそれで嫌味な感じですよね。
そんなお二人とも。そうじゃなくて、原因になっている異常事態の方を解決しましょうよ。異常事態？そういや、そんなこと言ってたわね。つまり、その異常事態のせいで私の現実も変化しちゃってたってことね。そうですよ、エトナさん。そのせいでエトナさんが大統領になってしまったりしてたのです。そしてナイスバディだった私たちも不本意な状況に貶められてしまったのね。え？いやそこら辺は前からこんな感じだった気が。しっかりしなさい、フロンちゃん。そんなことじゃダメよ。早くその異常事態とやらを解決して、私たちの現実を、ナイスバディを取り返すのよ。おー、異常事態というより、もはや世界の危機レベルになってないか。ええ、閣下の未来の憂いを断つためにも、この世界を乗っ取ろうとしている奴を突き止めなければなりません。世界を乗っ取ろうとしている奴？こんな異常事態が連続するのはただ事ではない。世界を乗っ取ろうとしている何者かが暗躍していると考えるのが妥当だろう。なるほど、お前がそう言うからには事実なのだろう。断罪者ネモの他にもそんなことを考える奴がいるとは。もちろんございます。ただし一つだけですが。さすがは我がしもべ、フェンリッヒ。で、どうすればいいのだ？すでに手は打ってあります。このフェンリッヒにお任せを、バル様。じゃあ大統領は俺様に任せてもらおうか。